前科3班893番ちょいき太郎です。とんでもない事件というか、私もね、この認識というか考え方を改めなきゃいけないような事件が起きました。東京のね、東横キッズを絡む暴力団、もう名前出てますからね、隠しても私こういう時に名前言わないんですけど、住吉会系、おそらく経一課か、S 吉会系経一課って言おうと思って、もう住吉会系って言っちゃったね。という、まあ、どこの、何次団体で、どういう系統かわからないですけど、まあ、公平一課という話は出てますね。もう言っちゃいました。で、どういうことかというと、新宿署は指定暴力団の、その、今、三枝容疑者36歳。で、名前が出ているのは、徳永容疑者38歳。榎本容疑者22歳。高校生が18歳。この4人が逮捕されたと。逮捕容疑は3月6日の午前3時半から5時40分頃、この埼玉県の高校生を、まあ、監禁した。で、実際スパナで殴ってると。トランクに監禁なんかもう絵に描いたようなさらい方ですね。で、男子高校生の母親に金を払わないと子供の命の保証はない などと、身代金も要求したって、ちょっとこれは高校生、私は高校生相手にヤクザもんがっていうのがちょっとピンとこないんですけど、で、現金20万円を支払わせたっていうんですね。で、この高校生は手や頭などにもうなんか全治6週間ぐらいの怪我をしたと。その、まあ、ただ、この三枝容疑者とか徳永容疑者は容疑を否認しているということなんでね、あれなんですけど、まあ、あくまでも否認しているという前提です。で、高校生たちは、高校生と22歳の2人は榎本容疑者は認めているということですね。だから本当に、じゃあ、そこの現場にいたのか、やらしたのかはよくわかりませんが、そういうことなんですね。で、これは、三枝容疑者が被害に遭った高校生を含む東横キッズらに違法薬物の密売を持ちかけていたということなんですね。で、売り上げの一部を返せなかったということでトラブルになっていたと。で、ここで、そのニュースの中でも東横キッズをめぐっては暴力団関係者らが若者に特殊詐欺や売春、違法薬物の密売などをさせていた情報があり、新宿署が調べているということのニュースが出ているんですが、私のところにもう早速情報が来ました。もうこれも かなり硬い情報というか、遠くで撮っている、写真も送られてきて、テレビのニュースで出ていたのは、三枝容疑者ね、36歳三枝容疑者は現場には来てないんで、主にこのキッズたちと絡んでいたのは、38歳徳永容疑者であるということですね。で、この22歳の榎本容疑者、昔はピンク頭とかっていうことでテレビにも出てて、見張り役の男っていうか、特殊詐欺で逮捕歴もあります。で、今回はそうですね、出頭する前の写真なんかも出ちゃっているんで、出頭記念に撮影したというような写真も出ています。で、まあ、よく歌舞伎町にいるのはこの徳永容疑者で、三枝容疑者はあまりいないと。で、しかも、まあ、今いろいろ問題になっておりますね。大久保の公園の立ちんぼの、もう YouTube とかでも、まあ、隠し撮りっていうか普通に撮っている、朝早くからもう一日中なのかな、女の子が、まあ、そこでっていうようなこと、私も初めて聞いたんですけど、この立っている女性からカスリを、まあ、売春のカスリを取っているということなんで、だからここになるとニュースに出ていたことと合致しますね。で、しかも東横キッズの東京卍会とかなんとかって言って、ハウルって一度私も取り上げたことがありますけど、このハウルが何か揉め事とかいろいろあると、この徳永容疑者に電話していたっていうのが、いろいろヤクザにって言ってた、まあ、人がこの徳永容疑者だということみたいです。はい。で、こういう、ここで名前が出てきたんだなっていうことですね。なんかこれ私聞いてると、どちらかと言ったら、あんまりそのヤクザのことかばうわけじゃないんだけど、こういうことはないよって言ってたことをもうちょっと言えなくなっちゃいますよね。未成年に絡んでるっていうこと自体でもうなんかダメだし、ましてやその子たちに対して、仕事をその違法なことをさせてるっていうのは、これはちょっと言語道断というか、かばえるところが1ミリもないというか、本当に絵に描いたような悪いヤクザの見本ですよね。それはこうなってくると、こんなことを一部の人がやってると全部、じゃあ私はヤクザがいいとは言ってませんよ。言ってはいませんけど、これではさすがにちょっと、違法な薬物を売らせておいて、金の集金ができないからって言って、さらって脅して母親から金取るって、もう、どこももう、本当に絵に描いたような、ダメなヤクザの見本じゃないですか、これ。いや、違うんだったら、謝りますけど、私、これ、違うと。まあ、この場合も、なんて言うんですか、起訴猶予とか、不起訴とか、違うかったって出てきたら、本当私は謝りますけど、こんな風になことがあるんだろうか。いや、っていうか、未成年で絡んでる時点でダメだと思うんですよ、そもそも。ねえ、まあ。
自由な方針の組織なのかもしれませんが、あまりここまで行くと本当に上部まで首が締まるというか、これはどんどんやりにくくなるというか、もうこれは警察としてはねえ格好の標的になるというか、いやこれなんかさらっとやった事件って言ってますけど、これ全部立件してきたらかなりのことになりますし、明らかにこれは組織犯罪になってますから、量刑が 1.5 倍増しになりますし、当然上部の何次団体の構成員かわからないですけど、ああそうなんだ、本当になんかそういうことがあるんだなと私は驚いたような事件ですね。事件自体のことはその子供普通触れないけどな。まあ、私も東横キッズの問題を取り上げた時に、いやここにヤクザは絡んでないでしょっていう思いでいろいろ情報を聞いてたんですけど、私ももうここまで来ると取り上げざるを得ないというか、違ってりゃいいんだけど、こんななんか本当にこんなんがあるんだって私も驚いてます。なんかもう小説のネタや漫画のネタの本当にひどいヤクザの、なんかダメなヤクザのこのやってる内容っていうか、どこをどうすればこのなんか正当だから、もうここはちょっと私もこの別に暴力団とかヤクザとかこういう形でどうこうっていい風に言おうなんていう風には思ってないです。思ってたって言えないですけど、でもそれでもこういう考え方とかこれでもっていうことを言ってきたつもりなんだけど、もうこれになるとちょっと言ってると、そんなこと言ってるとバカなんじゃねえって、ちょいきだろ、何言ってんのって、ヤクザってこういうことでしょって言われてしまいかねないようなことなんで、まあねえ、だからよく言って東と西は違うとかいう言い方してて、随分叱られたことがありますね。東の組織のことを、いや当たり前のことを言ってるだけで、いやそれはおかしいんじゃないかって言われたことがあって、あまり言わないようにしてたんだけど、これはさすがにおかしい、さすがにこれ胸張って、いやいや自分らもしのぎですからとか、これはまあ自分たちがやがって飯食う種だって言える内容なのかな。まあそれだけ疲弊して何やっていけないっていうことなのかもしれないけど、いやこれは大門を持ってやるような仕事なのかと、しのぎなのかというふうに思ってしまいましたという話です。以上です。